えよかったね。今日はみんな練習通り。1試合目怪しかったけど。1試合目は内容は別に負けなかったけど。リームがちょっとやばかった。勝った時はマジで嬉しかったね。やっと勝てたなって感じ。なんかやっとスクリーム通りというか実力通りの勝ち方して。ちょこちょこラウンド間でミスはあったけど、なんか実力が出せたなって感じ。そうトンボさんが帰ってきた。 俺らのトンボが帰ってきたハイ選手大会緊張しすぎてなんか安定しなかったからやめたんだけどロー選手になってよかったな別にこの感度でもフラッシュ受けれるしブリンク確認できるし別にいいんだよあ相手の試合してた時なんかさあのトンボさんが試合されてたじゃんミサヤさんに俺ら気づいてなかったんだよねなんか その後にタイムアウトとかテックポーズが入って運営さんが言ったのに口頭で警告しましたっつって口頭で注意しておきましたって言ってえしてたんだみたいなみんなみんな気づいてなかったえしてたのてえ誰がって思ってえ誰が誰にみんな言ってたいやでも普段のスクリームの俺だよあのまあでもまだまだまだだなもうちょい暴れられるな別に別にもうちょい暴れられはするもうちょいもうちょい行ける あと、レイタさんに呼び捨てしたら怒られた。おいつって。敬語使えよ。怒られた、普通に。調子乗りすぎた、普通に。まだダメだった。まだ心、心許されたかった。まだ、あ、まだ好感度足りなかった。多分もう2回、もう2回ぐらい勝ったら、多分呼び捨てが許される。もう2試合ぐらい勝った。年功序列乗りがね、時々ある。おもろい。